はい、皆さんこんにちは。コミッティビエグでございます。本日は著名人シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。今回は北京2022オリンピックにて世界で戦う日本のエース4選手が一度にオメガのアンバサダーに就任。そんな彼らの腕元とオリンピックへの意気込みや思いを一緒にお届けします。まずは女子スキージャンプ、高梨沙羅選手が着用するオメガスピードマスター38高アクシャルクロノメータークロノグラフ、リファレンス 324.30.38.50.06.001。 今回が3度目の出場となるスキージャンプの高梨沙羅選手。高梨選手は平昌オリンピックを終えてからの4年間は自分の新しいスタイルを作るためにゼロからのスタートでしたと心境を語り、北京ではこの4年で変わった自分のジャンプを見てほしい、自分が飛ぶことで見てくれている人に驚きや何かを感じてもらえることが一番の夢ですと話していました。そんな高梨選手が着用する気になる腕時計はスピードマスター38です。伝統的なクロノグラフのルックスに加え、シンプルさ、サイズ感、カラーを大切に生まれたこのモデルはステンレススチールケースとアルミニウム製リングにタキメータースケールを搭載したベゼルが特徴です。またサンブラッシュ仕上げのグレーダイヤルがスタイリッシュに演出します。高梨選手のインスタグラムでは、大切な時間をオメガと共にというメッセージを添えてスポーティーなスタイルで合わせていますが、エレガントさも醸し出したとても素敵な写真が投稿されていますね。続いて男子スノーボード、平野歩夢選手が着用するオメガシーマスターアクアテラ 150M 高アクシャルマスタークロノメーター、リファレンス 220.13.41.21.03.003。 昨年スケートボードで東京2020オリンピックにも出場を果たした平野歩夢選手。平野選手はオリンピックはやはり特別な存在感がある、日本を背負うという気持ちも強いし、真剣勝負の頂点という感じです。長年スノーボードをやってきた自分がどこまでやれるのか、オリンピックの大きな舞台で何かを伝えることができたらという思いでいると語っています。そんな平野選手のインスタグラムでは、北京に立つ前に投稿された写真でシーマスターアクアテラの着用姿が確認できます。海に携わってきたオメガの長い歴史を代表するシーマスターアクアテラは、豪華なヨットのウッドデッキをイメージさせるチークコンセプトと呼ばれる横縞模様のデザインに加え、サンブラッシュ仕上げのブルーダイヤルが大人の雰囲気漂う一本です。コーヒーブレイクしている平野選手のリラックススタイルにもかっこよく映えますね。続いては女子スピードスケート、小平奈緒選手が着用するオメガスピードマスタームーンウォッチプロフェッショナル高アクシャルマスタークロノメータークロノグラフ、リファレンス 310.32.42.50.01.002。 4度目の出場となるスピードスケートの小平奈緒選手。小平選手は、本当に周りで支えてくださる皆さんと思いを共にして進んでくることができた4年間だった。仲間たちとどんな瞬間を共有できるのか、その場面に出会わなければ味わえない瞬間がきっとあるので、それをすごく今から楽しみにしていますとコメントを残しています。そんな小平選手が着用するのはスピードマスタームーンウォッチです。このオメガの最もアイコニックなモデルはブラックのレザーストラップが付属し、フロントとケースバックにサファイアクリスタルガラスが採用され、非対称ケース、陽極酸化処理を施したアルミニウム製ベゼルリングに配されたドットオーバー90が特徴となっています。小平選手のインスタグラムではスケートリンクと一緒に投稿され、日々スピードを追求しているストイックなプロ意識がよく伝わってきます。最後にご紹介するのは男子スキージャンプ、小林陵侑選手が着用する。昨日2月6日にスキージャンプ男子個人ノーマルヒルで日本の金メダル第1号に輝いた小林陵侑選手。日本ジャンプ勢にとって98年長野オリンピック以来の24年ぶりの金メダルを獲得しました。本当におめでとうございます。そんな小林選手は、勝つために必要なのは実力はもちろんだけど、あとは流れを引き寄せる力、自分はそれがある方だと思う、金メダルを目指して頑張りたいと熱い思いを語っていました。まさにそれを体現した形になりましたね。そんな小林選手のインスタグラムでは、着用写真が確認できずわからないのが残念ですが、ファッションセンスも抜群、今回の北京2022オリンピック限定モデルはどちらもかっこよく付けこなすのは間違いないでしょう。北京2022オリンピック限定モデルの詳細は先日配信したオメガ
冬季オリンピック歴代モデルの動画をご覧ください。まとめとなります。選手たちの熱い思いやメッセージを聞くと、ますます応援する気持ちが高まりますね。今大会での素晴らしいパフォーマンスと活躍を祈り、全力で皆さんも応援しましょう。今回もこの記事がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となれば幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。